料理って何？よくわからなくなってきた。頑張って料理をしたと思っているんだけど、よくわからないものが生まれ続けているせいで、私は一体何をしているんだろうという気持ちになってるわ。今日、チャーハンを作りました。で、まあ、なんでチャーハンにしたかっていうと、そんなに大層な理由はなくて、昨日、ルイ姉から教えてもらったレシピが、トンペイ焼きだったんだけど、いろんな材料が余ったんだよね。例えば、もやしとか、豚肉とか、キムチとか。あ、でも、やっぱ豚肉、もやし、そして、まあ、キムチといえば、まあ、チャーハンかなーと思って。うん、だよね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 。で、もやしがしかも大量に残ってるわけ。まあ、ご飯は使わなくていいだろうと思ったから、ご飯を使わないもやしのチャーハン作るわ、みたいなことを言ったら、リリカちゃんの配信は哲学の授業として大変役に立つ配信ですとか、煽ってんのか哲学の授業じゃねえんだわ。お料理なんだわ。家庭科なんだわ。なんで急に哲学始まってんねん。もしかしたら知らないかもだけど、チャーハンって漢字で炒め飯って書くんだよね。知ってるわ。やっぱね、挑戦はしてなんぼだと思うから、何でもかんでもこう成功してるものだけを追い求めていくのは良くないと思うよ、リリカはね。じゃあまあ早速、まあチャーハンを作っていきたいと思うので、まあいただきますしますか、10分経ってるから。最初に言った通り、もやしが余っているので、めちゃめちゃ頑張って、もやしを刻みました。じゃじゃん。え、すごくね？普通に透明で見たらもう米じゃない？え、見て、米だよね、こうやって見たら。え、なんで刻んだの？え、だって、お米の代わりに使うから、お米らしさがないといけないじゃん。え、めちゃめちゃこれは、いい考えだなって思ってて、お米高いからもやし食べよっていう、大学生いるでしょ？うん、大丈夫。ちゃんと、もやしは究極進化するとお米になるはずだから。見た目がもうそう語ってる。で、これを炒めていきました。するとですね、まあ、どうなってしまったかと言いますと、めちゃくちゃもやし減る。え、なんか旅に出たもやし。え、どういうこと？しかもなんかめちゃくちゃ水みたいなん出て、お米の代わりになるって言わんかったか？いっちゃん辛かったのが、多分もやしが、もう嫌だって言いながらいっぱい泣いたんだろうね。たくさん水が出て、水と油がめちゃめちゃ、バチ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 って言って、超跳ねるんよ。めちゃめちゃもやし減っちゃったなと思いながらも、豚肉とキムチを入れてみました。その結果がこちら。もうもやしないじゃん！なんでー？もやしどこ行ったこれ。もう探してももやしの跡がないんだけど。豚キムチ？いや、チャーハンを作ってんの、これは。え、てかさ、これ豚投入した直後に思ったんだけど、チャーハンってもしかして、豚入れない？チャーシューなら入れる？もっと細かく？豚キムチありがとう。チャーハンはこれから。いや、これからじゃない。いや、でもお米はね、ない。お米は家にあるんだけど、でもお米はね、今日は使わないって決めてたから。卵？あ、卵ね、ないの、家に。うん、卵はね、昨日全部使っちゃったから、卵ない。え、でもチャーハンって別に卵とお米なくても、チャーハンでしょ？違うの？まあ、でも心配しないでほしい。まあ、さすがにこれだけだとチャーハンとは言い難いと思ったから、なんか、なんとか他にチャーハンの代わりになるもんないかなと思って、一人いたんよ。俺、チャーハンの代わりいけますっていう人材が。じゃじゃん！いや、これは確かにいけそう。麺だけど、え、でもこれはまだ、まあ、さっきよりもチャーハンに近い。食感もあるし、味もあるから。まあ、その結果、出来上がったものがこちら！うわー！ちょっとチャーハンっぽくない？いや、まあ、美味しそうじゃない？やばくね？勝ったやろ、これ。どこがチャーハンなんだよ。あ、いやいやいや、でも、思い出してほしい。え、みんなさ、アボカドに、醤油と、わさびつけて、マグロの味するとか、やるじゃん。だから、それと、同じ世界なんだと思う。どう見ても豚キムチ焼きそばです。いやいや、チャーハンだから。どう見てもチャーハン。チャーハンに謝って、やだ。絶対謝らない。え、でも食べてみるわ、これを。麺炒めてないよ。麺そのまま。だって、しなしなになったら嫌だもん。いただきます。うん。美味しいよ。このチャーハンポリポリ言うんだよ。いや、チキンラーメンの味する。どこにチャーハンがあんねん。え、心の中でしょ。
え、でもさ、チャーハンを知らない人にこれチャーハンだよって言って食べさせたら、あ、チャーハンかもしれないって思うと思うよ。これをチャーハン、いやでも逆にこれをチャーハンとして先に食べさせることで本物のチャーハンに出会えた時に、昨日のリリカみたいに、あの、涙を流すという感動を味わえる可能性はある。チャーハン、これが本物のチャーハンってなるよね。いやでも、なんか、ちょっとありがたいことに、あの、ホロメンの先輩方とかの中にも、あの、限界飯食べてみたいんだけどって、そう言ってくださってる方とかもいて、そう、ちょっと次のね、犠牲者が誰になるかもね、まあ、リリカは犠牲だと思ってないんだけど、ぜひ、あの、ご賞味いただきたいな。罰ゲームっていうの。